あとではめ込んでください。少々お待ちくださいね。3、2、GO。いくよ、ワン、ツー、スリー、フォー、ニンジャマックス TV、バギョンバギョン、どうも、レジクファイヤーでーす。どうも、オカチョスです。お願いします。はい、このチャンネルはですね、僕たちの秘密基地をパワーアップさせながらいろんなことに挑戦していくチャンネルでーす、はい。突然ですけども、ガチョスさ、あの、はじめ社長様一番回ってる動画知ってる？再生。ああ、だってこの間一緒に見たの。あの、あれ、めっちゃできたの、芋虫みたいなってきてる。そう、気持ち悪いやつ気持ち悪いとか言うな。ごめんなさい。あれ、ちょっと俺たちもやりたいなと思って、師匠のいいところをやっぱどんどん吸収していかなきゃなっていうのがあって、ただやったら真似事になっちゃうから。確かに。どうせなら俺たちだけの何かが欲しいということで、本日の設計図を書いていきます。はい、ということで本日の設計図はこちら。でだだだだだー、俺ららしいでしょ。これです。これ、そうね、これをグミで作ったらヤバくない？めっちゃ面白いと思う。面白いでしょ、うん。ということで今日の企画はグミでスイッチを作ってみたということで、はい、ひたすらデッキのを作っていくよ。必要なものは全部こんなに入ってます。強かったね、ごめんね。いきまーす。ドン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 。うわー結局出すんかい。はい、そうですね、こちらまずゼリーの素で、スイッチをどうやって作っていくのかっていうと、まずここにこれ画面の部分がここ、うん、まあいっぱい作っていくぜ今日は。じゃあ水持ってきたんで、ここに入れて色をつけていきたいと思います。じゃあまずはコントローラーの部分を作っていきたいと思います。はい、こうやって、おい中に入れんな。こうやって、え、来たね。マジで俺も青い部分しか食わねえ。ほら見て。おい待って、お前何が違うの。これほらもう、あーあっ、スイッチじゃん。すげえ、スイッチやんけ。このね、ペットボトルの中にゼラチン入れて、でお湯で溶かしたものをこのバットにちょっとずつ入れて硬さを調整していこうと思います。よし、じゃあネットできたんでこの中に入れてきます。僕はちょっと慎重な作業だからレジスに任せるわ。任して。レジス、うえー、熱っ。取り扱い注意、取り扱い注意。ペンペン命吹き込んの。熱っ熱っ。爆発したらどうしよう。ポンって。大丈夫。俺の人生の記憶、これから最後の記憶。あちあちの記憶。あちあち。ちょっと混ぜづらいんでこっちに移します。はい、こんな感じです。混ぜてまーす、はい、混ぜてまーす。すげえゼラチンの匂いする。これをじゃあ分配していく。そうね。よし、じゃあ固めていきます、グミ。オッケーかな。じゃあ冷ましてこよう。冷まそう冷まそう。じゃあこんな感じでラップできたんで冷ましていきます。はい、ガチョス。何？俺またバカなこと言ってもいいかな。あのサイズじゃ満足できねえ。でっかいの作りたいんだよね、やっぱり。嫌な予感しますね。ということで僕の脳内に今あるのはこちらです。ダーン。ふざけんな、無理だろ。こんな感じ。はい、こんな感じにしていきたいです。こんな感じ、このサイズのコントローラーを作っていきたいと思います。はい、やるぞ。やっぱ一気に入れちゃったら、だから全体にこうやってまぶしていかないとバランスよくできないね。入れ方で性格が出るんだよな、もう。昔お母さんがこういうの作ってくれたわ。昔ね、小3の時にね、冷蔵庫開けた時この匂いした。上の段から下の段まで全部ゼリーだった。赤いゼリー。お母さん家で何作ってんだ。ゼリーだよ。はい、皆さんお待たせしました。これ固めるのにめちゃくちゃ時間かかっちゃって、日をまたいちゃいました。1日経っちゃいましたけども、ということでこれをこれに変えていくとなると、ちょっとね、切ったりして、そうね、あの、形を整えていきたいと思います。てん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 。あー、おー、すげー。めっちゃ綺麗。でっかい昆布。まだ来る。あ、ほいほい。あーい、オッケー。超慣れてんじゃん。あー、危ない。え、めっちゃ綺麗。オッケーオッケー。じゃあまずね、この青と赤のものそれぞれ半分に切っていきます。よし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 。あ、いいね、超綺麗にできる。あ、オッケーオッケー。これだと、あのね、ボタンがないんよ。ボタン、タピオカミルクティーグミ。タピオカミルクティーグミでボタンを配現していくと。そうそうそう。完成。ねえねえねえ、これすごくね。ほんまやん。バーンっていっちゃったもんじゃない。じゃあちょっとズームで、これ限界。これが本物からの、デデデデデ。すげえよ、本物じゃん。本物じゃん。
これやべえな。ちょっと一回これでゲームしよう。ゲームいいよ。一回ゲームしよう。あとではめ込んでください。めっちゃめっちゃフリック壊してる。いいねいいねいいね。コントローラー食っちゃえ。もういいや、食べよう。もう食べんの。うわうめえ。うまい。めっちゃうめえ。あんうまっ。めっちゃうまくね。超上手にできてんね。はい、というわけで今回はスイッチ組を作ってみました。お、ちょっと待って待って待って、何してみようとしてんの。やっとおしまいでしょ。だってスイッチ絶景忘れてる忘れてる忘れてる。ちょっと待ってて、取ってくるから。え、マジで忘れてる。え、知らない知らない知らない。え、ガチョスさん忘れてますよこれ。あ、すっごい忘れてた。はい、コントローラーの札がこんな感じで固まってるんで、はい、ちょっとまた整えていきます。そうね、少々お待ちくださいね。3、2、完成。どうですか、見てください、ご覧ください。これが私たちのデカデカスイッチとなってます。ボタンもあります。よし、じゃあ早速ちょっとガッチョスやるか。オッケー。そっちのスティック。オッケーオッケー。上行きたいな。上行きたい。お、お、いいねいいねいいね。え、ちょっと壊したい壊したい。壊したい。ちょっと待って、あ、それじゃない、それじゃない。あのね、行くぜ。壊して。よし。おーい、いいね、壊れてんねー。やったやった。俺もやりたい、俺もやりたい、俺もやりたい。オッケー。まずは後ろ戻って、こっちこっちこっち、プルンプルンプルン、こっちこっちこっち、こっち行って、こっち、あ、いいね。うわー、壊せー。すげー、デカデカスイッチ。こっち行って、うわー、最高。測ろう一回。縦は？縦はね、35センチ。35センチのスイッチ。すげえ。90センチのスイッチ。え、ちょっと一回本物は？本物。本物は？9.5センチ。すげえ。サンバーのスイッチが完成しました。すごい。イエーイ。イエーイ。ということで、じゃあ実際に食べていきたいですね。いただきまーす。おいしそう。てん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 。いらないよ。食べちゃった。うめえんだこれ。めっちゃうまい。よし、いただきます。ちょうどね。うん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 。うますぎて、髪の毛こうなったわ、俺。うますぎる。はい、というわけで今日はグミで巨大スイッチを作ってみました。今日の動画を見てスイッチグミ作ってみたいなとか、こんな大きなものを食べてみたいなって思った方は高評価とチャンネル登録マジガチお願いします。こんなもの作ってほしいとか、こんなことやってほしいとかだったらコメント待ってます。やるぜ全部。全部は無理だけど。はい、ということで皆さん、また次回の動画でもお会いしましょう。元気があれ余ってやばいんだ俺。バイバーイ。はい、というわけで9月26日にゲーム忍者ボックスが発売になります。アニメもみんなチェックしてね。やい、現実でもリアルでも秘密基地作ってくぞ。ま、楽しいわ。